のだらけおしゃれだな喋っていいですか、こんばんは。福島の親子に対抗して秋田の親子、最初木島さんと久美ちゃんみたいに私娘と一緒に出たかったんですけども、まあ、無理の一言で終わったので次にベースやってる息子を誘って、それも無理で終わったで、次妹を誘ったんですけど妹にも断られて、まあ、一人だけ乗ってきてくれたのが母でした。前もここのお店に1回来させてもらって、でそれからもうちょっとやみつきになってます。で今日ぜひやりたいということだったので一緒にやることにしました。ちょっと異色な2人ですけどよろしくお願いします。木島さん、ヒデさん、坂本さんのサポートでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。こんなおばあさんですけども、息子が誘ってくれてここに来たので、なんかとっても楽しくって、すっかりハマってしまいました。こんな大勢の前で歌うことなんかなかったもんですから、うまく歌えるかどうか分かりませんけれども、木島さん、坂本さん、それから、井出さん、皆さんも、後ろバンド、バックバンドすごいですね。それで歌わせていただくなんてもうこんな幸せなことございません。多分あんまりうまくないと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。で一番最初は越路吹雪さんが歌った「ろくでなし」、これを歌いたいと思います。越路吹雪さんっていうと元宝塚の男装のレイジングである、まあ、今男装のレイジングって言いませんけど、男役のトップスターでした。それで宝塚を辞めてからシャンソンの世界に入って、この歌は彼女の持ち歌でございます。うまく歌えるかどうか分かりませんけれども歌わせていただきます。